どうもゲンゲームズです。今回も新シリーズの違和感を探していくと最後に意味が分かって怖い短編ミステリーもやっていきたいと思います。短編ミステリーが好きな人はチャンネル登録いいねよろしくお願いします。混雑する駅で起きた転落事故、転げ落ちる時に夫が受け身を取れなかったのはなぜか、その理由が分かる部分を選べ。夫？あ、この女の人の旦那さんか。受け身を取れなかった理由？あ、これ持ってたからかな。妻が子供を抱っこしてベビーカーが空いている、エレベーターを使わずに夫がベビーカーを持って階段を降りるつもりだったのだろう。ベビーカーを抱えようとした時に階段から落ちたため受け身が取れなかったのだ。両手使えない状態って危ないね。これは混雑ゆえの不幸な事故か、それとも誰かが故意に突き落としたのか、手がかりになる部分を選べ。誰かがやった可能性あるってこと？わ、足跡がある。混雑ゆえに偶然押されてしまったのならば、背中に靴の跡がつくようなことはない。夫は誰かに背中を蹴られて落ちたのだ。最悪だ。手じゃなくてしかも足？誰だ？階段から夫を突き落とした犯人は誰か、犯人を選べ。女の人はヒールだし、階段の上にいるのってこの男の人だけじゃない？夫の背中についた靴の跡は革靴やハイヒールとは異なる形をしている。靴跡と一致するようなスニーカーを履いているのは周囲を見ると一人だけだ。よってこの人物が怪しい。こいつか。なんでこんなことしたんだろう。犯人と思われる人物は妻と面識のある人物だ。それがわかるのはなぜか。妻の持ち物から手がかりを選べ。え、奥さんと知り合いなの？持ち物？あ、同じキーホルダー？妻と犯人と思われる人物はカバンに同じデザインのキーホルダーをつけている。実は妻は彼と不倫しており、キーホルダーは不倫旅行でお揃いで購入したものだった。妻は遊びのつもりだったが、男の方は本気で夫を邪魔に思って今回の凶行に及んだのだった。これ旦那さんかわいそすぎる。お揃いで何か買ってるのも嫌だわ。住宅街で火災が発生した。この火事を警察は事件と見ているが、それはなぜか。判断の根拠となった部分を選べ。うわー、火事はきつい。事件性を感じるとこか。このポリタンクかな。家の人が捨てたにしては不自然な位置に空っぽの灯油缶が 2,3 個転がっている。警察はこれを犯人が持ち込んだものと見た。火の気がないところから激しく炎が上がったのは灯油が撒かれていたからだったのだ。これ灯油缶か。確かに巻かれてるんだったら事件性の匂いはするよね。犯人が火を放つのに使った道具はまだ発見されていない。この状況で野じ馬の中で犯人と疑われたのは誰か、その人物が疑われた理由が分かる部分を選べ。この野じ馬の中にいんの？余裕で現場に来てるのってヤバくない？え、この人かな。野じ馬の中に怪しい身なりのくわえタバコの男がいる。タバコを吸っている人は高確率でマッチやライターを持っているはずなので、当初は彼が犯人と疑われた。当初はってことはこの人じゃないのかな。じゃあ誰だろう。放火、犯人は別にいる。真犯人は誰だろうか。犯人の衣服から特定できる部分を選べ。衣服から？服が怪しいなんてあるか。あれ？この子服焦げてない？女性のスカートの裾が焦げている。放火した時に火で炙られたのだ。焦げたのはお尻側だったので、彼女自身は焦げ跡が目立つことに気がつかなかった。こんな若い子が？なんで？犯人の女の子はなぜ放火したのか、理由を推測できる部分を選べ。スマホで動画撮ってるからかな。女の子はスマホのカメラで火事の様子を撮影している。女の子は警察に SNS でバズる動画を撮りたかったと話した。より衝撃的な動画を撮ることに夢中になっていたため、火に近づきすぎてスカートが焦げたことに気がつかなかったようだ。え、バズるためにやったってこと？うわ、バズに囚われた者の末路。押し入ってきた人が夫を殴った。妻はそう証言しており、部屋も荒らされているが不審な点もある。人に押し入られたと仮定した時、盗まれそうなものが現場に残っている。それは何か、高価な何かがあるってことかな。めっちゃ高そうな時計がある。テーブルの上に金ピカの高そうな時計が置かれたままになっている。本当に人が押し入ったなら真っ先に目をつけてもおかしくない。盗まれていないのは不自然だ。え、じゃあ誰がやったんだろう。なんか恨みとかある人かな。夫の体の周りを調べていた警察はさらに不審な部分を発見した。その不審点とは一体どの部分か。ちなみにこの日は晴天だった。晴天？おかしいところに関係あるってことだよね。
んかびしょびしょ。体の近くの床が濡れている。シンクや水槽から離れた位置の床が濡れているのはなぜだろうか。この日は晴天だったので、仮に押し入ってきた人が本当に存在したとしても床が濡れる道理はない。確かに水場は近くにないもんね。なんかおもらしとかかなって思っちゃってたわ。妻は凶器が部屋にないことを根拠に再度犯行の存在を主張した。凶器は持ち去ったというのが妻の言い分だ。しかし実はこの部屋には夫を殴った凶器がある。その凶器とは一体どれか。どれだろう。頭殴られてるのとこの濡れてるのも関係あるよね。この石か。観賞魚の水槽のディスプレイに大きめの石が使われている。これで殴ったのだとすれば、なぜか床が濡れていたことも説明がつく。警察がそのことを指摘すると、妻は観念して自供した。なんで？なんか夫婦関係うまくいってなかったのかな。妻はなぜしたのだろう。その理由がわかる部分を選べ。やってしまった理由がわかる部分あるか。あれ？この子の腕にあざがある。娘の腕に痛々しいあざがある。実は妻は長年夫の被害に遭っていた。そしてついに娘にも被害が及ぶようになったため、夫を殴ることにした。犯行の仕業に見せかけたのは、自分が捕まったら娘が一人になってしまうと考えたからだったのだ。守るためだったんだ。もう逃げるのもできないくらい追い込まれてたのかな。発見された時、神父はすでに息絶えていたが、彼女はどうしたのだろう。原因を推測できる部分を選べ。晴れの日なのに、なんか傷とかある感じはないけどね。お、口に血がついてる。大きな外傷は見られず、口から血を流している。神父は何者かに毒を盛られたと見るのが妥当だろう。何か飲まされたんだ。毒は一体何に盛られていたのだろう。毒が盛られていたと思われるものを選べ。食べ物か飲み物しかないからこれじゃない。口紅のついたストローが刺さっているペットボトルがある。すでにメイクも着付けも済ませていた神父はストローを使って水を飲んでいたようだ。毒はこの水に盛られていたと思われる。え、じゃあ近くの人が怪しいよね。参列者とかじゃなくてメイク室とかに入れる近くの人っぽい。この現場には犯人が落としていたと思われる手がかりが残っている。その手がかりとは一体何か。手がかり？あ、なんか花びらみたいなの落ちてる。これかな。神父がつけているものとはデザインが違うイヤリングが片方だけ落ちている。毒を盛りに来た際に犯人がうっかり落としたのだ。イヤリングか。え、じゃあこのイヤリングの持ち主がってこと？ズバリ犯人は誰だろうか。残されていた手がかりをもとに犯人を特定できる部分を選べ。これと同じイヤリングしてる人だよね。お、この人だ。落ちていたものと同じデザインのイヤリングをしている女性がいる。彼女の左耳にはイヤリングがない。みんなが神父を見て驚く中、彼女だけはイヤリングを落としたことに気づいて驚いていたのだ。彼女は神父の姉で、新郎は以前は彼女と付き合っていた。彼女は警察に妹に新郎を取られたようで悔しかったと語ったそうだ。姉？いやいやいや、姉妹を言った新郎もやばいだろ。ご両親よく OK したな。ここは自転車に乗っていた男性が走行中に横転した現場だ。転んだ男性はひどい怪我を負ったと思われる。そうわかるのはなぜか。うわー、レースっぽい自転車乗ってる人とかいるけど、こうなりそうで怖いよね。ひどい怪我したのがわかるとこか。これじゃない？現場の地面には生々しい血痕が残っている。転倒した男性はこの位置で頭を強く打って救急車で搬送されたのだ。うわ、もうこれはもう大事故。なんで転んじゃったんだろう。つまずきそうなのないけど。障害物もなく整った道で、彼はなぜ勢いよく転んでしまったのだろう。その理由がわかる部分を選べ。そうだよね、なんもないもんな。あれ？なんかこれあるの違和感ある。片方を柵に結んであるテグスが柵のそばにごちゃごちゃとまとまって置いてある。事故当時はこのテグスのもう一方の端がどこかに結ばれて道路上にピンと張った状態になっていた。男性はテグスに引っかかって転倒したのだ。テグス？テグスって釣り糸だよね。紐に引っかかっちゃったのか。そりゃ転ぶわ。でも誰が何のために。男性が転倒した時、テグスのもう一方はどこに結ばれていたのだろう。テグスが結ばれていたと思われる部分を選べ。テグスが結ばれてた場所か。ちょうど反対側にテープみたいなのはあるから、これかな。テグスが結ばれている位置から道路を挟んで反対側の柵の中に糊が一部剥がれている柵がある。テグスはここに結ばれていて、自転車が引っかかった時の衝撃で糊が剥がれたのだ。何これ、なんでこんなことしたのか謎すぎるんだけど。テグスを結んだのは一体誰だったのだろう。テグスを結んだ犯人を選べ。犯人か。結構いろんな人が集まっちゃってるけど。
なんかめっちゃ怪しいんだけど、3人並んでやっちゃったみたいな感じ出ちゃってる。民家の脇に隠れるように3人組が立っている。実はテグスを結んだのは彼らだ。ちょっとしたいたずらのつもりが大事になってしまい、言い出せなくなっているのだった。おい、いたずらの限度よ。これはめちゃくちゃ怒られるぞ。第1章1話、どこかの家での何気ない日常。1年生の息子が通う小学校でとある噂が広まっているらしい。それはどんな噂だろうか。噂？なんだろう。あれ、なんかちょっと怖い絵描いてない？